お疲れ様です。チャー TV 中の人うちはよしまいっています。よろしくお願いいたします。ということで、今回もここに来てるっていうことはそういうことです。ウィニングポスト10のね、情報を皆さんと共有していければと思っておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。さあ、ということでね、本日は2月22日でございますけども、なんと、またアップデートがあったんですね。皆さんおめでとうございます。本当に小出しですね。本当に小出しだと思いますけど、まあおそらくこの動画がリリースされる時っていうのは、おそらくもうね、3月に入ってるかもしれませんけども、まあその形ですといよいよ30日を切っておりますので、まあ非常に楽しみだと思います。まあ行かれる方はね、ウィニングポスト30周年のね、ご記念でなんかプロデューサーさんとおしゃべりできるみたいですけど、もちろんこっちは当たってません、まあ、みたいな感じなんですけども、コメントでね、ぜひともね、当たった人はね、もう言っていただければいつも通り私がね、ストーキング行為みたいなレベルのね、超長文のね、文でね、もう本当にね、もう恨み節のね、杉本節をね、書かさせていただければと思ってますので、ぜひともコメントをしていただければと思うんですけども、そういうことでね、まあ2023年2月22日にこちら公式サイトでねアップデートがありました。今回ね公式サイトプラスツイッターの情報もね入ってくるかなと思うんですけども、今回何がねアップデート情報が公開されたかというと、世界血統のね細かい話にはなってくるのかなと思うんですけども、子血統からね親血統に昇格したシュボバが世界的な繁栄をすることでっていうことで、こちらノーザンダンサーのね 29.8% ですね、全世界の支配率 29.8%、 おそらく 25% 以上かなと、4頭に1頭該当してくるような形になると世界血統なのかなっていう形なんですけども、まあその世界血統になるとどういうことが起きるのかというのを説明してくれてる感じですね。例えばなんですけども、このねマチカネタンホイザーですね、こちらのねマチカネタンホイザーが世界血統にノーザンダンサーのねまあ直系なんですよ。まあ意外とね良血だったっていう感じかもしれませんけども、まあノーザンテイストからマチカネタンホイザーですけども、ノーザンダンサーが世界血統になると、逆に言えばその子孫のねノーザンテイストマチカネタンホイザーも非常にねプラスになってくるよっていうところがね書いてあります。今まではね分かりづらかったんですけども、まあだから結構ねこの引退した後何年か経つと世界血統になっていくのかなと思うんですけど、それがね虹色に変わってくるんですね。変わる前はね欧州適性がねすごい残ってるよっていう形だったんですけども、こういう感じでね芝の適性が世界血統にね該当するようになって、これだけ幅が広がるよっていうのがね書いてあるね形になります。両幅でね重いところと軽いところ全部ね網羅できるように変わりますよっていうのが、この世界血統のねプラスアルファのところになってくるかなと思いますんで、今までね、まあ、ざっくりとした感じだったところはあるかもしれないんですけど、まあ、予想通りっちゃ予想通りかもしれないんですけども、まあ、ちょっとはね、やっぱ良くなってくるよっていうところがね、この世界血統のところで書かれてるのかなと思います。世界適性のマークがね、表示されている父、母父、父母父の母母父のいずれかによって、産駒の芝適性の影響の大きさが変わるよっていうね、より近い位置にいる方がね、まあ、やっぱり影響力あるよっていうのは今までと接収していくのかなと思うんですけども、まず、あ、やっぱね、このね、世界適性っていうのがプラスにはなってくる。いや、逆に言えばね、必要になってくるようなぐらいね、やっぱり芝のね適性っていうのは露骨に今までも出てましたんで、それがまだまだ継承されていくんだよっていうのをねしっかりねここに表示してくれてるのがね今回のねアップデートの内容かなと思っておりますので、ぜひね要チェックしてみてはいかがかなと思うところがね、まずねその世界系統っていう形になるのかなと思います。まあ非常に楽しみですよね。自分でねどこまでも反映させるっていうことができるんですけども、それのある種ね一つのね体感式じゃないですけどもね、まああなた頑張りましたねみたいなところがこの世界系統がなったよっていうところが一つの区切りにもなってくるのかなというのが非常にねポイントにはなってくるかなと思っております。そしてねもう一個更新されたのが、新しい実名機種がね入りましたよ。見てください、このゾエさんのクオリティもうゾエさんのクオリティがエグすぎんのよ。でね、まあ酒井さんもね実写かなっていうぐらいねクオリティ高いんですよ。まあこの二人はもうんーみたいなところありますけど、ゾエさんがもう完璧なゾエよ。もともと細田っていうね別名使っててライセンス取ってなかったんですよ。今回からねグーバランプリ男池添健一がねもう確定になりました。スタニングローズとかね週刊賞2022年で G1 の初制覇をしたね、まあ酒井さんとかもしっかりね入ってくるよっていうところと、まあゾエさんはね、まあグランプリを勝ってますんで、まあ有名だとは思うんですけども、実名機種がね新たにねこの4名がね参戦されるよっていう形で、いやもうこの落差がすごいのこの秘書とのね落差がすごいの、秘書はこんな感じなのにゾエさんのクオリティが高すぎちゃってもう入ってこないよね。もう素晴らしいねクオリティでね仕上げてきてるなっていうのがね、この酒井さんとねゾエさんですよ。まあ横山のねお兄ちゃんとね岩津さんのね息子さんはねみたいな
みたいな感じにはなってますけど、まあでもね、騎士によって競走馬の個性であるマーソナリティの相性があるためね、相場をどの騎士に任せるか重要な選択になりますよってここに書いてある超重要なことがね、ここにしっかり書いてありますんで、まあゾエさんはね、やっぱりね、まあ希少難の馬を乗せてるといいんじゃないのかとかいうのもね、ここら辺でね出てきてますんで、ウィニングポスト10はね、おそらくね、かなり幅のあるねゲームプレイは本当にできると思いますんで、いろんな遊び方がね、今からね楽しみがねどんどん膨らんでくるね、今回のね追加の内容にはなってきてるかなと思います。さあ、そしてね、もう一個ね、実はね、情報が更新されております。さらに進化。そうですね、特性に関してなんですけども、特性に関してね、どういったものがっていうところで、坂越え大舞台ロングスパートなどのね、競走馬の特性24個から、上位のね、固有特数含め100種類です。やばいですね。やばいです。相当増えてるってことですね。だからもうこれは相当面白いと思いますよ。で、大レースで活躍することでね、獲得して、史実調教で特性の経験が最大になると、上位特性と進化したりしますと。信頼レベルに応じて最大3個まで獲得できる。最大3つまでね、上位特性は入れられるってことは、もう今までのジョッキーのさ、特性に近いようなところは入ってくるのかなと思うんですけども、要は金札みたいな特性っていうのは最大3つですね。でも今、光栄テクモ1が映って春満開とか王者の進撃とかですね、これも非常に面白いんじゃないですかね。だから本当にいろんな、まあ、馬のね魔改造みたいなことができるっていうところは非常にこれは楽しみですし、まあ、クラシックのディスタンスのレースで速度を上げる上位の王者の進撃っていうのがあったりだとか、帝王ステップですね、東海帝王のね、でこの戦いができるよと、東海帝王と光栄テクモ1の王者の進撃、この2つで戦えるよとか、まあ、そしてね、まあ、こちらドバイ校舎とか春満開とか大舞台鬼足ですね、もう棄却なのか鬼足したのかもうはっきりしてほしいんですけど、そろそろねこういうのがねもう出てくるよっていうのはもう相当ねこれね自分の馬強くすることができたりとかする部分がかなり広がってくるのかなと思いますので、絆のね特性っていうね、馬ソナリティっていうところが非常にね説明が難しいところかなと思ってたんですよ。簡単に言うと、もうねこの上位のね特性を大量につけることができればできるほど、やっぱりその特定のレースだけで非常に強い勝ち方をするような馬っていうのも表現できるようになってくるのかなと思いますんで、このね、まあ楽しみですよね。王者の進撃とか、100種類あるってどんだけあんだよっていう感じですよ。それをね、まあスタンプラリーのように集めていくのも非常に楽しいですし、それ以上にここに映ってる小さな映像かもしれないんですけど、このね小さな映像かもしれないこの映像、実写やんやっぱ実写やん。これ実写に見えるこのハロンボーの4、やばい。ハロンボーの4と後ろの輪乗り場がやばいのよ。あと木々がもう実写、もうやばい、もうほんとクオリティ上げすぎ、マジでマジでクオリティがね上げすぎちゃってて、えぐいのよ今回の光栄は。もうほんとにね、もういい意味でのね悲鳴よね、ここまで来ると。このね24個から上位の特性含め100種類もあるよっていう坂越えですね、200m の坂を越える坂越え、そしてね大舞台でロングスパートだったりっていうのも入ってくるっていうなってくると、もう本当にあなたの馬と私の馬同じ馬、ベースの馬は同じかもしれないけど、あなたの馬こんなに強いんですね、私の馬はこんな感じですっていうのはね、非常にこう幅広い感じにはなってくるかなと思いますんで、ここもまあ予想通りっちゃ予想通りかもしれないんですけど、非常に面白いね特性っていうのが増えてるので、この特性を集めるのもね一つのこのゲームのねスタンプラリー的なところにはなってくるかもしれないけども、その特性がねうまく活動することによって、まあオンラインだったりっていうところでも非常にプラスになってくるのかなと思うので、ここはね要チェック、いやむしろここかなり大事なことをね書かれてるなと思いますんでね、チェックしてみてはいかがかなと思います。これがね2つ目なんですけども、3つ目はねツイッターの情報にはなっちゃうんですけど、こちらねウィニングポストね公式の10のねツイッターアカウントなんですけども、ほんとずっと黙ってたんですよ。最近ずっと黙ってんなと思っててずっと黙ってるって面白いんですよ。そのウィニングチケットがねなくなってしまって、この間ねそれがねなんかリツイートされたなとか思ったら、なんか急に喋り出したこのアカウント、どうしたと思ったんですけど、このまあ公式のねサイト更新しましたよのね次の日ぐらいですね、いきなりさらっとねこうやってウィニングポスト10の PS4 版ではオート進行の速度も大きく向上、あっという間に1年が進みますよ。いやいやいや、ちゃんとサイトで書けちゃんとサイトで書いて、どのくらいのスピード感ってかっていうとこんな感じなんですけども、これね弥生ちゃん動いてんのよね。弥生ちゃん若干動いてんすよ。やばくないこのスピード、何これっていうね。いや今までもウィニングポスト9 2022って非常にかなりレベル早かったんですけど、
それを凌駕したね、このもう一瞬で1年経っちゃったから。もうほんと、弥生ちゃん動いてんのよ。だからもうそっと両方に目が行ってしまうね、映像がいきなりしれっとね、出されてるんですよね。やばいでしょ、このスピード感。何これみたいな。ドル買ったみたいなね、感じにはなってくるんですよ。やばいですよね。これはもう非常にこのね、もうだから、もう5買いましょう。買ってない方は。もう、このスピードはやばいってっていうね、感じですんで。非常にこのしれっとなんですけど、相当しれっとですけど、打ち込んでいける情報がね、やばすぎる映像でしょっていうね。で、しかも、ハイスピードのオート進行の件はどこにも書いてない。どこにも書いてなくて、そしてさりげなくここです。PS5 版ダウンロード版の割引について、すでに本タイトルの PS4 版お持ちの場合は、まあパッケージ版ですね。割引価格1100円で PS5 ダウンロード版をダウンロードできますよと。で、ダウンロード版したりプレイしたりするにはその都度 PS4 版パッケージ版のディスクを PS5 に挿入する必要がありますよと。 PS4 パッケージ版をお持ちの方でもディスクドライブ非搭載のご使用の場合は PS4 版ダウンロード版を割引価格で入手することはできませんよっていうね。パッケージ版とね、ダウンロード版どちらかをお持ちの方は PS5 のダウンロード版をダウンロードできますよと。ただ PS4 のパッケージ版をお持ちの方は PS5 ダウンロード版をダウンロードしたりプレイするにはその都度 PS4 のパッケージ版のディスクを PS5 に挿入する必要がありますんで、まあ、簡単に言うと PS4 版のダウンロード版買った方がまあやりやすいし楽だよねっていうのを書いてあるんですよ。まあ安く買える買い方はこうですよと。まあ、簡単に言うと2個買えって言ってることですね。簡単に言うと2個買ってくださいって言ってるような感じなんですけど、まあ大丈夫、買うから、うん、安心してくれ、俺は買うから大丈夫だっていう感じですけどね。大丈夫だ、問題ないみたいな感じなんですけど、問題はないんですけどね。まあ、PS4 と PS5 両方持っていらっしゃる方は逆に言えば PS4 のダウンロード版さえ買えば PS5 をね割引の価格でダウンロードでお渡しできるから両方予約する必要性ありませんよ、4本は大丈夫ですよみたいな。でもあなたスイッチも持ってますよねみたいな、あなたはパソコンも持ってますよねみたいな感じにはなってきそうですけども、まあだからそこの PS4 と PS5 のね互換に関してはねしっかりやっていくよ、大丈夫だよ、安くなるよ、だからいっぱい買ってねみたいな感じなね、プラスアルファな情報も今回2月のね22日に更新されておりますので、いよいよ30日切ったよ、いいの買うんだよ、もういやもう買ってんでしょ。もう買われましたよね、大丈夫ですよね。あの映像、そしてね最近ね PS4 から PS5 を更新しましたけども、私もね全然違うよ、やばいって、うーん、本当にやばいって。もうぜひね予算に余裕のある方はね PS5 を買われて、今もう本当にどこにでも売ってるような感じになってきてますんで、まあだから逆に言えばこれワンチャンもしかしたら光栄テクモがソニーにすり寄ってってるんじゃないのかって勘違いするぐらい PS5 のね購買欲を上げてきてるのが今回のねウィニングポスト5の特徴にはなってくるのかなと思いますんでね、非常におすすめですんで、ぜひともね皆さんね PS5 もご購入検討してみて、スイッチはやっぱり持ち運びでできるのが強いですし、パソコンはねやっぱりねもう極限のね、まあ、映像度まで持っていけるっていうところと、しかし PS5 でもね十分なぐらい、いやもうむしろメガみたいなレベルになっちゃう、バルスされちゃいそうなぐらいね、メガねもうガッチガチになりそうなぐらい、もう本当に素晴らしい映像が見ることができますんで、ぜひね、ご購入で、しかも PS4 持ってれば PS4 で買えばお安く買えますよっていうのをしっかりここにね書く、今回ねもう本当にユーザーに寄り添っている光栄テクモさんがね素晴らしいなと思いつつ、早く3月30日になってほしいなと思っておりますので、ぜひねあなたもねどのパッケージを買いましたか、ぜひコメントの方ね残していただければと思っております。こんな形で引き続きウィニングポストだったり、まだまだね光栄テクモをねストーキングエディションしていきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなって思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。